Hello, people. This is a continuation of Fairy Tale. Please enjoy the video. Sorry for last time, that was a one-time deal, hopefully. フォトンスライド！神の結果！
死なれたいものからかかってこい。負けられんな。やったね。魚何匹買えるかな。Just one more。できてんだろうな。And that's what we call a done column. 返してきたぞ！その調子です。調子いいじゃん。Maybe not.アイスメイク
じゃいいか。ゲセン！
勝だな、ギヒ。帰ってきたぞ。やるな。やるじゃないの。よし。試合だが、夏、お前には抜けてもらう。なんでだよ、じいちゃん。まあ待て、夏にはルーシー救出を頼みたい。ルーシーを。大魔党演武で優勝すれば、ルーシーを合法的に返してもらえるかもしれん。だが、すべてを信じることはできる。二正面作戦というわけですね。フェアリーテイルは試合に出ますが、その裏で別動隊がルーシーの救出に向かう。初代、その通りです。試合にはエルザ、ラクサス、グレイ、ガジル、ジュビアに出てもらう。夏はミラとウェンディと共に城へ潜入し、ルーシーを助け出すのだ。そういうことか。よし、任せとけ。ルーシーは必ず救い出す。よし。よし。最終日は全員参加のサバイバルゲーム、その名も大魔党演武。バトルフィールドとなるのはなんとクロッカスの街全域。各ギルドのメンバーはすでに分散して退避してからも、街を駆け巡り、敵ギルドのメンバーが出会ってしまったら戦争開始になるかも。相手を倒せば1ポイント、それでリーダーが7ポイント、どのチームもまだ逆転可能です。ピギーか、私たちは優勝するしかないんだ。ルースを取り戻すために。7番だけど、無事救出してくれれば。それに越したくはねえ。だとしても優勝にはもう一つの目的もある。7年間苦い思いをしたギルドの奴らのためにだ。行くぞ。おお、平凡ななるままの戦いは誰の手に。だからこれを返して。さあ、形に責任を述べましたらば。あちこちで衝突し、形に戦いが繰り広げられています。
エルザさん、相変わらず素敵なパラダムだ。カズレラルーナプラモ。
力のパルカン、マキシメン。片付けるぞ。
二人で一気果たすだぞ。二人一緒のここまでも愛してジュジュリア。新婚旅行をどこくださいます。お前の頭の中どこだった。いいか、あやあやジュリアの目を覚まさせれば。目を覚ますのはジュリアだよ。グレイ、かかった方がジュリアをもらい受けるという約束覚えているだろう。そんなの知るかよ。行くぞ、ジュリア。はいはい、グレイ様。はいはい、アイスメイク
レクターを。それでよい。
父上の恐怖統制は今ここで終わりを告げよう。父上の力をも超えるスティングこそ新たなるマスター候補にふさわしい。黙るがよい。負け犬などいらんのだろう。持論に従うなれば。スティング、そなたになく夏というものにあるもの、それこそが思いの力だ。思いの力。知らず知らずのうちに父上に感化されていたようだが、仲間などいらぬ。力こそが全て。だがそなたの本質は違う。レクターを思う気持ちは力となる。そなたはその力を手に入れたのだ。そなたは夏をも超える。お嬢、俺はもう案ずるな。レクターは生きておる。わらわの魔法で別の場所へと飛ばした。本当かお嬢。ありがとう、ありがとうお嬢。早くレクターを元に戻して。本当にありがとう。甘えるな。大魔党演武にて優勝をするまではレクターは渡さん。何言ってんだよお嬢。頼むよ、今すぐレクターを返して。わらわは父上とは違う。しかしセーバートゥースのあるべき姿が天下一のギルドであることに変わりはない。そなたは手に入れた力を証明せねばならん。勝つことで民に力を誇示せねばならん。愚かな考えは起こすでないぞ。レクターの命はわらわが握っていると知れ。必ず優勝する。俺のシナリオは考えうる最高の優勝へ向かっている。見ててくれレクター。セイバートゥースのスティング、ラクリマビジョンのカメラで捉えられません。今どこにいるのでしょうか。クソ、初代の作戦がめちゃくちゃじゃねえか。どこで狂っちまったんだ。え、私の計算が、はい、どこで大事なんかないです。大事なんか。誰か全力で初代をあやせ。しつけえなお前も。俺はサラマンダーほど優しくねえから覚悟しろよ。英雄の斬撃キック。
ラグミのことではねえ。なんだと。鉄人剣。強い理由も今ならば分かる。俺たちじゃ勝てないわけだ。勝て。お前は何も分かっちゃいねえ。ギヒ。カエルは仲間だろ。カエル。クロムさんは。フロッシュは猫だ。そうだ。フロッシュは俺の仲間だ。誰だ？どこにいる？ローグ、ガジンを殺せ。それがお前の運命だ。おい、どこにいるんだ？どこに？バカ、俺はお前の狩だ。力を貸している。ガジンを殺せ。どうしたんだ急に。ガジルを殺せ。それが俺の運命だ。力を貸してやる。少しだけ力を貸してやるぞ、ロー。誰だ。カル。運命を司るカル。なんだか知らねえが、とことんやり合いてえってことか。面白いわ。鉄路線。ゴーマ、鉄路線。シャドウドライブ。ドラグニーの粘着戦。その夏ドラグニーは今の俺の敵ではないわね。英雄のシャドウプレス。ねえ、暗闇行くぜ。英雄の行くぜ。行くぜ。英雄の行くぜ。鉄竜の上を壊れろ。鉄竜層、奇神。
使う。ゲイリュウ連着戦。これがあのガジルか。たわいもない影がお前を侵食する。そして永久に消える。ねえ、暗闇の中で。ゲヘ、サラマンダーができて俺にできねえはずがねえ。何よ。バカだ。誰だか知らねえが、そいつの体から出ていけ。ローグか。それとそいつの名前はローグじゃねえ。俺の弟分だったライオスだ。お前は俺に憧れてたんじゃねえ。あの頃の俺がそんな男じゃなかったのは俺が一番よく知ってる。恐れていたんだ。もう一度思い出させてやる。俺の恐怖を。これは鉄英竜。防ぎきれねえなら影を食ってやろうじゃねえか。
着戦。勝負はついた。何もしねえよ。なぜここに。お前。悲しが。おいは負けたのか。覚えてえか。あの影、なんだったんだ。This battle, I wish they did in this game. Ushi, Shiro, Oi, Oi, hear me, so, Seiten Daimyo, wake up, yo. Excuse me, my dream is just a dream. Ushi is once again fusing his hands. Just a matter of time.おっと、その先は言うの。ここに立っているの。ええ、称号を背負ったおっさんでも、誰かの孫でもねえ。ただの二匹の男だ。良い目だ。ここはラクサスに任せましょう。彼を抑えられれば、だいぶ有利になるはずです。よし、抜かぬ太刀の風だ。カント、ライン、
はくれないか。ミネーバ、我らはセイバートゥースを随分と信頼を落としてしまった。無論、言うまでもなく、そなたらのギルドによっては、エルザ、カグ、我がギルドこそが最強である証明を示すために、そなたらごときはまとめて始末してみせようぞ。大した大口だ。ごたくはいい。来い。ダブル。や、え、いい。エルカンティアス、ヤクマ18等身魔法、ヤグドリコール、ミネッパの凄まじい一撃。なるほど、よもやここまでやるとは計算外だ。このままでは拉致が明かぬ。少し趣向を変えよう。先ほど捕らえた子猫だ。見えるな。見えるか、この娘の苦しむ姿が。この空間の中で常に魔力を奪い続けておる。安心するがいい。人質を出しに屈服させるつもりはない。趣向を変えると言ったであろう。そうだ、その表情が見たかった。ミリアーナを離せ。そなたに王者の戦いというものを見せてやる。二度は言わない。命あるうちに私の仲間を解放しろ。奪ってみせよ。虎を食うのは二頭目になるの。今度はうまい虎が食えるとよいな。入れ替わった。入れ替えられた。二人で決着をつけよう。勝者の相手をわらわがしてやる。乱入してきた割にはずいぶん情けない王者だな。自分の戦略通りに駒を動かすのが王者。光栄に思え。2対1ではさすがにかなわ。そこの見積もりは誤ったことは認めよう。王者は勝たねばならん。どんな状況にあってもな。ミリアーナを返せ。貴様が仲間のふりをするな。積もる話もあるようだしな。邪魔をした。条件は飲む。ミリアーナを解放しろ。まんまと出し抜かれたな。黙れ。貴様も虎女も私が斬る。本気で行くぞ。望むところ。踏む回転パソコンの壁。カズオ、はい、
ゼナルの恨みに。貴様のゼナル、どのような恨みを持っているのか。このまま、だが未来に向かって歩き出したミリアーナを巻き込むな。あいつの意志が私の意志も同じ。ジェラールを殺す何があったというのだ。その男のことをサラダもよく知っているはずだ。ジェラールに殺された死も私の兄だ。貧しかった、幸せだった。しかしその幸せは17年前の子供狩りで終わりを告げた。逃げ延びた私は何年も何年も兄を探して、そしてミリアーナに出会い、兄の壮絶な苦しみとその死を知った。何年も奴隷として働かされ、ジェラールに殺された。そして私は新たに誓ったのだ。兄の仇であるジェラールを殺すとき、この刀を抜こうと。ミリアーナはそこにはいなかった。あの場にいたのは私とジェラールとナツとシモン。確かにシモンが死んだのはジェラールのせいかもしれん。ジェラールじゃない。私だ。そこまでしてジェラールをかばうつもりか。いや、真実だ。私の弱さが死を殺したのだ。死ぬわけにはいかない。この命を諦めること、旅立っていった者たちへの冒涜。貴様もジェラールもまとめて殺す。絶対に殺してやる。それがお前の活力なら、それもよし。その思いを踏みにじるつもりはないが、いるつもりもない。私はお前を知っている。いや、思い出したというべきか。名前は知らなかった。シモンの妹くらいの記憶しかなかった。まさか。そうだ、私もローズマリー村出身だ。シモンやお前と同じ。あの時の私の代わりに捕まった。シモンからはお前の話をよく聞いた。私もずっと気がかりだった。お前の無事を願っていた。今もだ。心の整理はまだつかない。しかしこの勝負は私の。
勝者はエルザ。しかし得点はわらわのもの。言ったであろう。王者の戦いを見せてやると。王者はうまいものしか食わぬ。人魚の頭、羽をもがれた妖精とかな。貴様、次はそなただ、エルザ。しかしその怪我では勝負は見えておらぬか。ミリアオ、ミリアーナを頼む。ミリアーナ、あの子猫か。すでに戦闘不能だ。得点をわらわに。待つのも退屈だったのでな。痛めつけて遊んでおったのだ。良い悲鳴であった。貴様、ティターニアの公開処刑としよう。ミネルヴァ、貴様、お前たちは一番怒らせてはいけないギルドを敵に回した。怒りは微妙にあるし。これを使う。
本気で行く望むところすぐ回転ショーの方フォトンスライド守るそんな守るバッターお前たちは一番怒らせてはいけないギルドを敵に回した怒りは理由になるはぁAnd then I'll be
けれど。ここまで俺の願った通りのシナリオになると
ことなんてあって、この展開がやられていたのかも。ここにいる、来いよフェアリーテイル。信号弾を見たもの。
誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。ダイナマトンデム最終戦、始まりましたね。よし、今がチャンスだな。でもバレないように後ろに忍び込むにはどうすれば。大丈夫、考えてたから。さすがミラだ。